常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらぜひね、 Thanks ボタンでご支援ください。今日はですね、例のコラボのね続報、なんかねツイッターのトレンドでね、コラボとか貧困ビジネスっていうのがね上位でトレンド入ってたんで、一体なんだろうと思ったらね、あのひろゆきさんがまたですねこの件に関してコメントされてるようです。ちょっとひろゆきさんのツイートね、そのまま引用します。東京都監査委員から本件清算には不当が認められると言われ、税金の不正利用疑惑のある二藤夢乃さんのコラボですが、生活保護の不正受給のやり方を示唆していた模様、そして不正受給の生活保護費を巻き上げるという貧困弱者を食い物にするビジネスもやっていた模様とひろゆきさんがツイートされています。これはね何言ってるかというと、塩さんという方ね、この方のですねツイートを引用してね言ってんですよ。その塩さんって人が引用したスクショが下にあるんですけれども、めちゃめちゃすごい暴露をするけどさ、うんぬんというところで始まるんですけどね、ちょっと前から話題になってる20夢乃さん、まあ、二藤夢乃さんのことだと思うんですけどね、コラボのシェルターに入っていたことがあるけど、生活保護の不正利用はてなあったよ。生活保護受けに行くときに、私はめちゃくちゃ健常者なのに親の DV がひどくてうつ病になってるからしばらく働けないって言わないと生保もらえないからって、当時未成年だったから法とかよく分かってなかったけど、今思えばこれって不正利用じゃない。あとこれはよく分かってないけど、シェアハウス型なのにみんなから家賃分生保生活保護でもらっていいの。家賃が7万円の 3LDK で女の子が3人住んでるとしたら、その3人から7万円もらってるけど、それって大丈夫なの笑い、というこのツイートなんですよね。これをもってですね、ひろゆきさんはね、さっきのね不正受給の生活保護費を巻き上げるという貧困弱者を食い物にするビジネスもやっていた模様というふうにコメントされてるんです。これについてね、一応反論もあってね、ひろゆきさんにね反論してる人が下についてたんでね、誰だかよくわかんないですけど、匿名さんでね、ポンさんという方なんですが、この人が受給していた13万円の生活保護費のうち、鍵付き1人1つ個室、光熱水費、食費、Wi-Fi 込みで利用料月7万円としてコラボに支払い、残りは副代やお小遣いとしてもらえる状態だったのですから、不正受給ではありません。実際にこのような状況の未成年者は保護対象ですというふうに反論されている方もいらっしゃいます。この方によるとね、健康でも生活保護は受けられます。未成年者でも家庭も頼れず売春を行わなければならないような状況で、売春を行っていると少女に言わせるのは本人に苦痛を与えるということもあるので、スムーズに保護につなげるための苦肉の策だったのではないかと思われます、というようなことをですねおっしゃっているんですが、果たしてねどっちが正しいのか、まあこれはそれこそね東京都の監査がねちゃんと入ればね、もう一回ちゃんと調べなさいということなので、ちゃんと調べればね、こういうものどっちが正しいかっていうのは判明するかなと思うんですが、ちょっとこの件でですねネットでね話題になっているということでございます。ちなみにですね、いろいろこの人に対してもね反論もあって、そのレスがねすごいこう議論みたいになってるんですけど、どっちが正しいかとかいうのはねとりあえず置いといてね、この貧困ビジネス的なもの、これがいいのか悪いのかっていう問題についてね、ぜひちょっと皆さんに考えてみたいんですよ。私ねあんまり存じ上げなかったんですけど、小杉沙織さんという方、 NPO 法人若者メンタルサポートっていうのをやってる方ね、この方ご自身もですね子供の頃ネグレクトとか結構受けてねひどい目にあってね、それで10代の子供たち救いたいということでボランティア30人ぐらいとね LINE で24時間相談受け付けるみたいな、居場所作りみたいなことをやってるすごい方なんですけど、この方がですねまた同じね、さっき私が読んだねめちゃめちゃすごい暴露するけどさというねこのツイートに対してねコメントされてるんですよ。この方は本当ご自身がそういう活動をちゃんとやってる方なんで、発言に重みがあるなということでね、ぜひねこのね小杉沙織さんのねツイート、 NPO 若者メンタルサポートやってる方ね、このツイートちょっと紹介させていただきたいんですけど、ちょっと読みますね。1万円もらえる話は私も児相の人から聞きました。っていうかこれはもう完全に娘と出会った貧困ビジネス施設と全く同じスキーム、医者もグルでみんな精神障害って診断させて、障害年金と生保生活保護ねもう両方もらうってシステム、まさか若者でそれをやってる団体が若者支援のトップに君臨してたとは、日本終わってるというふうにおっしゃってます。さらにここに続けてね、町録っていうんですかね、町録で私が話していることを、あった娘って子って読むのか、私が話していることを出会った施設の上の人に言われたことがあると。医者と弁護士がいたら何でもできる、当時は具体的によくわからなかったけど、後に悪徳貧困ビジネス施設だったと発覚した時にはいろいろわかった、今回の NPO の問題はまさに政治家と弁護士がいたら何でもできるという話なんだろうというふうに言ってます。これちょっと重いですね。現場でもなんかこういうことがあって、でもこの人はそういう不正なことやってないんですけど、こういうふうなお誘いねがあったということを証言されています。さらにですね小杉さんね、他にも結構いいこと言ってましてですね、他にもあるんですよ、この告発ツイートみたいな。ヘンリーさんという方がね、びっくりすると思うけど、二藤夢乃などが参画する有識者会議で議論されている貧困女性保護法の基本方針では、女性自立支援施設シェルターの入所者に給付される生活保護給付金などはシェルター側が管理し使えるとなっているよというご指摘をされるんですね。このヘンリーさんに対して先ほどの小杉さんね、こんなコメントされてます。これまさに私が街録で話してることを出会った貧困ビジネス施設と全く同じ、通帳も身分証も預けて管理される、その時施設の人が言ってたのは、今後は仕事も斡旋する、そうするとまた助成金が入って
くる。そう言っていた。まさか未来ある若者たちを自立させず囲い続けるスキームを法的に確立させるなんて点点点というふうにおっしゃってます。これ昔ね、闇金牛島くん読んだ時になんかこういう施設ありましたよね。山の中に囲い込んでさ、そういう人たちをね、補助金もらってピンハネしてみたいなやつですけど、なんかね、反社の人たちとかがね、ホームレス連れてきてそういうことやってるみたいなことが結構ね、逮捕者とかも出てる事件なんかにもなってるので、あるのかなと思ったんですけど、それと同じことやってるんじゃないかというふうにね、疑惑を持たれていると。しかも同じようにね、 NPO 法人若者メンタルサポート協会のね、理事長をやられているこの小杉さんからも、ちょっとこういうことまずいんじゃないのっていうような感じでね、疑惑を持たれているということですから、やっぱり疑惑を持たれた側がね、そっち側の理論で言うならね、潔白を証明していただかないと困るし、まあいずれ監査である程度明らかになるんでしょうけど、これもしこうだとするとちょっと問題が大きいかなというふうに思います。この点でね、いくつか調べてみたんですけど、以前ねこんな事件があったんですよ。藤田隆則さんという方が代表していたね、 NPO に埼玉県が支給した補助金のね、返還請求みたいなことが実はありまして、これまさにそのホームレスをね、入れてるんじゃないかみたいな疑惑で、当時ね新聞に書かれたんですよね。生活保護制度に規制し利益を貪る貧困ビジネスの実態を暴露、市議会と県議会と国会で同時審議を実現させるということで、河本さん批判の後にですね、貧困ビジネスの NPO があるというので、藤田さんのねこの NPO がやり玉に挙げられた事件があったんです。これね、結局監査が入って、一応政府だったんですよね。一応政府だったんですけど、このねツイートしてる人、吉田一郎さんという方なんですが、 NPO へ埼玉県が支給した補助金の返還請求は違法性は明確に断定できないと棄却されたそうです。ただし監査委員はですね、違法とまでは言えないけど問題があったとコメントを出してですね、翌年度から補助金の交付要項を見直すように要求し、結果的にですね、この NPO は同じ補助金はもらえなくなったという事件が昔ありました。これ結構ツイッターでも話題になったと思うんですけど、事実だけ言うとそういうことです。違法性は明確には断定できなかったんで、今までやってたことはいいでしょうと。ただし今後については厳しく要件チェックしますよということで、アウトになってお金出なくなったということなんで、こういうこともあったんですね。過去にだからこういうのがあったということをね、ちょっと皆さんね、頭に入れておいてほしいんですよ。さらにね、これみんな大好き神奈川新聞の記事でね、今年の7月19日の記事なんですけど、相模原の不動産会社が生活保護悪用化、取材に対し社長は点々点ということで、相模原中央区のですね、不動産会社が生活保護の住宅扶助制度を悪用し、同市が支給する住宅扶助費の一部を騙し取った疑いがあるということで調査を受けているという記事が出ました。これは全く同じやつですよね。いろんな人を連れてきて生活保護を取って、その扶助費から自分で運営されてるアパートですかね、そういうところに人を入れてですね、家賃で儲けちゃうみたいな、そんな仕組みですよね。こういうことがですね、漫画なんかにもね、なにわ金融道にも出てたし、闇金牛島くんなんかにも出てましたし、あと事件が起こってね、新聞記事になったりとか、実際にその埼玉ではね、問題になって違法性は認められなかったんですよ。藤田さん一応政府だったんですけど、今後については厳しく見ますということで打ち切られちゃったりとかいう事件が起こっているということなんで、過去に起こったことからいろいろ類推してみると、二藤さんもね、ひょっとしたらアウトかもしれないし、政府かもしれないけど来年からはもうアウトですよという話になるかもしれないし、そういうのがですね、結構ね、これまでの類似の事案から言ってこれに該当するんじゃないかというような意見が出ていると。ひろゆきさんちょっと書き方かなりきつい書き方でね言ってましたけど、実際に起こった事件などから類推するとですね、おそらく似たような事案になっているんじゃないかなと、こういう疑惑が持たれているので、疑惑が持たれた方が潔白を証明するそうですから、ぜひやったらいいと思います。前にねコラボ問題の動画上げた時にね、私自身が会計検査院の監査を受けた経験があるって話しましたよね。別に何にも問題なければ全部開示すればいいわけですよ。もらった補助金を目的通り使っていれば何にも問題ないわけですから、大丈夫なんでしょ。彼らは会見まで開いてね、お濡れ切りに捨てられたぐらいの感じで脊髄反射してるってことは自信があるわけでしょうから、自信があるなら全部開示したらいいじゃないですかってだけの話でね、とっとと開示してね、監査に応じればもう一回なんかやるみたいですけどね。ちなみにね、住民監査請求って毎年10件とか20件とか出るんですけど、今まで認められたケースってほとんどないんですよ。今回認められたっていうことはね、よほど背景がずさんだった可能性は結構高いなというふうに見られております。逆にそういうふうに言われてんだったら、もう自分からどんどん情報開示して、そんなことありません、ちゃんとやってますってことをお示しになったらいいのかなと。いずれにしてもですね、そういう記録がないとか、やったんだけど記録がないともアウトですよ。記録するのも義務だからさ、もともとねちゃんとそういう風に使ってないって言ったら、これはお金返した方がいいですよという話ですからね。その辺もね、ギャーってね脊髄反射して人を攻撃とかする前にね、ちゃんともうこれはほら書類ベースとか事実ベースでファクトベースで話できるはずなんだから、情報開示すればいいじゃんというだけの話なんですけどね、なんか問題でもあるんですかね、よくわかんないですけどね。ということでこの問題引き続き見守っていきたいなという風に思っております。ということで私もね、その二藤さんが絡んでいるかどうかわかりませんが、何かと戦ってますので、もしよかったら皆さんねご支援いただければ大変ありがたいです。コメント欄にもねご支援の方法書いてありますので、サブスクでもご支援できるようにまた改良加えましたんで、サブスクでご支援していただいても構いませんので、よろしくお願いいたします。ということで今日の内容面白かったらぜひね高評価のボタンとチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。